名鉄竹穴線、須賀駅に来ておりますですね。正面が駅舎、右手はですね、かつて切符を売っておられた商店ですが、現在はやっておられないということですね。こちらが踏切で今なってますね。裏は大きな自転車置き場があります。こちらの方面が南宿方面ですね。そして、今不合式の駅の方からですね、竹穴方面から列車がやってくるということですね。周囲は住宅地になってますね。駅はホームが一面あるのみということで、特に交換施設があるとかね、そういうことでもありませんし、昔の、ね、中間駅ですので、特に何かがあるわけではないですね。先ほどの駅舎の方からね、反対側から見たところですけど、ホームはほぼまっすぐな状態なんですね。向こう側が南宿方面、列車がもうじきね、向こうで交換してきますので、それを見てみたいと思います。ホームをね、延長し4両編成が止まれるようになっているんですが、こんなところにね、小型の橋を発見しました。レンガで組んであるんですね。これは これはなかなか歴史的なものであろうということですね。なんやかんや言って、100年ほどのね、歴史のある路線であるわけですね。このようにね、ホームを延長した跡がはっきり分かりますですね。最初に石組みのものがあって、その上にかさ上げをしてますね。そしてさらに、こういった簡易ホームを延長するということですね。ですから一番下にあるですね、低い石組みのものが600ボルト時代のもの、それから少しですね、電車のサイズが大きくなって上にかさ上げ、そして、40年ぐらい前ですけどね、4両編成の列車に対応し、ホームの延長、最近ではこういったね、自動改札付き駅舎ですね、このように、改革工事が行われてきたわけですね。まあね、昔はね、ちょっと小さな屋根があるようなベンチがあっただけだと思いますが、まあ随分ね、そういう意味では立派なものができたなというふうには思いますね。先ほどのね、踏切から南宿方面を見ておりますね。そして逆方向ですが、不合式の駅まで約1キロぐらいのね、直線となっておりますですね。先ほどのね、須賀駅がこの草むらの向こう側にあるわけで、柿畑とかね、稲とか、まあ、こういったね、になっているんですが、私がここをね、竹穴線でなかなか有数の撮影ポイントと考えているんですね。この鉄橋ですね、これをちょっと見てみたいと思いますね。この須賀駅のね、すぐ近くの鉄橋なんですが、ご覧の通りですね、ブルー、そしてこの橋脚がレンガ造りとなっているんですね。
昔から竹名線100年の歴史と、言っておりますんですが、これはなかなか歴史的な価値があるものであろうと思われますね。まあこうやって真下からね見ますとこんな風でね、列車が通るとなかなか恐ろしい迫力であるなと思うんですが、まあ、こういうところで列車を待つのはやめた方がいいでしょうね。で反対側から見ますとこんな風でして、まあ順光線でね写真を撮るとなるとこちら向きであろうと、逆光で撮ると先ほどのね裏側ということになりまして、現在だいたい昼のね2時頃なんですが、もう冬ですからね、冬というか秋ですけど、ちょっとね、これそうですね、どっちで撮ろうかなということなんですが、草むらがひどくてね、ちょっと反対側に行きますね。こちらから見ますとね、完全な逆光になってしまうんですね。ですから午後はちょっとこのアングルは厳しいかなという気がしないでもありませんが、まあ、半逆光でこう、ね、列車をこう浮かび上がらせるというのはね、そういった撮り方も、まあ、あるにしてはあるとね、あちらが南宿方面になりますね。鉄橋のつなぎ目がね橋脚の上に乗っておるわけですが、このレンガで積んだ橋脚と結構ねこの錆びてしまった鉄橋がですね、なかなかこういい雰囲気を醸し出していると思いますね。一見廃線のようにも見えますが全くの現役線です。ですね。まあ結局逆光で撮るというのをやってみましたけど、まあいまいちですかね。まあ、ここはね竹名線のポイントとしてはですから、私としてはねまあいい場所なんじゃないかと思っております。須賀駅の隣ですね。以上です。すいません、以上と申し上げたんですが、もうちょっと待つだけで南宿から来るということが分かりましたんで今待っておりますですね。右手に伸びている木はね桑の木なんですね。あっという間に伸びますのでね、ちょっとこれを外した方がいいかなっていう、ここまで寄るとしかし相当列車の音が大きくて怖いなと、この辺かなというとこですかね。大きい音でした。